だるまちゃんは、過去里子作、絵の絵本シリーズ。1967年、福音館書店から、だるまちゃんと、天狗ちゃんが刊行されたのを皮切りに、シリーズ化され、2018年に作者が死去するまでに、同社から11作品が刊行された。また他の出版社からの絵本や、絵本以外の複数の派生作品も存在する。だるま人形をモチーフとした男の子、だるまちゃんが、 毎作様々なゲストキャラクターと出会い、交流を深めていく様子を描く。過去サトシの代表作に位置づけられる。2018年5月時点で、シリーズ累計発行部数は389万部を記録している。越前市文化センター外壁のダルマジャンシリーズのキャラクターレリーフ左側左から、ダルマちゃん、雷ちゃん、兄弟、ヤマちゃん、 キテンジンちゃん、クロテンジンちゃん、ダイコクちゃん、ニオウちゃん右側左から、ダルマドン、お母さん、トラノコちゃん、テングちゃん、アオテンジンちゃん、ウサギちゃん、ウサギコちゃん、ダルマコちゃん過去里語は1948年に東京大学工学部を卒業して昭和電工に入社し、同社の研究所に技術者として勤務する会社員生活の傍ら、1950年から、 川崎市国市場において、子供たちの遊び相手となり、自作の紙芝居の読み聞かせなどを行う、セツルメント運動に参加するようになった。その後、セツルメントで知り合った編集者、内田道子の紹介により、福音館書店、子供の友の編集長、松井忠の地遇を得て、1959年には、同社から初の単行本、ダムのおじさんたちが刊行され、 兼業絵本作家としてのデビューを果たした。それらの活動と並行して自動文化や郷土玩具に関する研究を進めており、1952年第5回日本アンデパンダン展に様々な玩具を描いた絵画おもちゃの国に朝が来たを出品。さらに1960年第13回日本アンデパンダン展に日本の郷土玩具にテーマを絞った平和万歳月万歳を出品した。 そんな折に、ロシアの絵本作家が表したマトリョーシカを主人公にした絵本を雑誌で見かけ、作者の郷土玩具に対する愛情や色彩感覚、画面処理の見事さに感銘を受けた。この作品にヒントを得て、ロシアのマトリョーシカに相当するような日本の民芸品として、ダルマの男の子のキャラクターを形作っていった。ダルマの赤色は、はっきりした原色を使う方が良いと言われていた。 当時の絵本業界の法則にも見合うという事情もあった。ダルマちゃんとテングちゃんの一場面を再現したモニュメント。作中に登場する八つ手の木を背後に植えてある。1967年、福音館書店により、ダルマちゃんとテングちゃんが発表された。ダルマちゃんの相手役にテングの男の子を据えたのは、本作を郷土玩具を主人公にするというコンセプトがあったことや、 当初は天狗を主人公にすることも構想していたものの、海外では天狗はピノキオの二番戦時と見られてしまうと考えたことが背景にある。天狗ちゃんのストーリーは、天狗ちゃんの持っているハウチは頭襟、一本人下駄などを、ダルマちゃんが珍しがり、父親のダルマ丼にねだって同じものを欲しがるが、天狗特有の道具の数々は一般家庭であるダルマちゃんの家を探しても見つからない。 そこで身近にあるものを工夫して流用していくという内容である。主人公のだるまちゃんは元気いっぱいに友達と遊ぶ快活な男の子である。一方、他人のものを欲しがったり、父親に対してだだをこねたり、決して貧困法制な優等生とは描かれていない。これはセツルメント運動で実際に多くの子供と触れ合った過去の実感が元となっており、 鬼暮らしいいたずらっ子たちが失敗も含めた様々な経験をして怒られては口を尖らせながら成長していくのが子供の姿だという考えに基づいている。翌1968年には第二作、ダルマちゃんと雷ちゃんを発表。未来学の流星する当時の社会状況の影響もあり、雷ちゃんの暮らす雲の上に未来都市を描くという作品となった。 その後断続的にシリーズ化。うさぎちゃんの雪遊びや、りんごの飾り切り、虎の子ちゃんの泥遊び、ヤマウメちゃんの草遊び、ニオウちゃんの力比べ遊びなど、日本の伝統的な児童遊戯を盛り込んだ作品も制作された。2018年1月、作者マン91歳にして、第9から11作となる、かまどんちゃん、キジムナちゃん、 早田ちゃんの3作が描き下ろしで発表された。これら3作品のそれぞれには、過去の社会的メッセージが込められており、だるまちゃんたちが火災を食い止める。かまどんちゃんは、東日本大震災の犠牲者への追悼と福島大、一原子力発電所事故への継承を、沖縄を舞台とした、木地村ちゃんは、戦中戦後の県民の労苦への支配と応援を、そして、早田ちゃんは、 東日本大震災と福島原発事故の被災者への鎮魂と異例を表したとしている。3作の出版から約4ヶ月後の2018年5月2日、過去里後は慢性人不全により満92歳で死去し、この3作が自ら作画の筆を取った最後の作品となった。だるまちゃんと雷ちゃんが描かれた遊具。ここではだるまちゃんとその家族のみをあげる。 各作品のゲストキャラクターに関しては、後継の作品リストを参照のこと。これら以外に、本人たちの登場ではないが、福音館書店の、初めて出会う科学絵本75科学のとも、タコの P22 から23に、だるまちゃんだこと、雷ちゃんだこなるものが様々なタコに混じって、掲載されている。ありがとうございます。